Dortmund Hauptbahnhof.皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラです。今回は新シーズン開幕前の最後のテストマッチ、ドルトムント対アヤックスの試合を観戦にジグナル・イドゥーナパークまで行ってまいりました。まずはデュッセルドルフの中央駅まで出て、そこから電車で1時間ほどですね。キックオフは夕方の5時半からなんですけども、ちょっと行きたいところがあるので、試合開始6時間前に到着するように向かっております。そして僕が行きたかったところがこちら。では中に入っていこうと思います。ドイツのワールドカップ初優勝は1954年。その当時の貴重なユニフォームやスパイクが展示してあります。1966年、ドイツはこの疑惑のゴールによって優勝を逃すことに。よかったら皆さん、当時の映像を見てみてください。僕は入ってないと思います。こちらは年代別に振り返るドイツサッカー協会の歴史。こちらでは2000年代のドイツのワールドカップの歴史が振り返れるみたいですね。これは2014年ブラジルワールドカップで実際に張り出されていた相手のセットプレーのパターンです。おそらく相手はアルゼンチン。そしてこちらも実際にブラジルワールドカップで張られていた予定表。あの試合の得点者もしっかりと書かれています。その試合でワールドカップの通算ゴール数の新記録を塗り替えたクローゼ。その当時のユニフォームとスパイクがこちら。そしてこの大会ではフィールドプレーヤーとしても大活躍だったノイヤーの一式セットもございます。はい、そして今回一番テンションが上がったのがね、こちらです。ワールドカップ決勝でゴールを決めたゲッツェがその試合で履いていたスパイク。そしてこちらにもワールドカップ優勝時のスコアとスタメンが載っております。その奥にはドイツ代表の歴史を振り返る 3D ムービーショーがあるみたいです。そして1個下の階はですね、ドイツのクラブチームの歴史が展示されております。こちらは360度ブンデスリーガー賞という謎の小部屋。なんと映画館のようなシートに座って一周回りながらブンデスリーガーの歴史を振り返るみたいですね。そして来年のユーロ2024はドイツで開催。ここドルトムントでも試合が行われます。さて、寄り道はこんなもんでスタジアムに向かっていきましょう。ぶっちゃけこの黄色のサポーターたちについていけば調べなくてもスタジアムまでたどり着けちゃいます。まずはドイツといえばこちら。もうドイツではこれ食べとけば間違いはありません。そしてビールとスプライトのミックス、ラドラーで乾杯。こちらがボルシア・ドルトムントのホームスタジアム、ジグナル・イドゥナ・パルク。収容人数は81,365人。本日の試合のチケットは完売。選手からしたら毎週8万人のサポーターが見に来るって心強いですけど、めちゃくちゃプレッシャーですよね。それではこの場をお借りして今日のお席いっておきましょう。ブロックが27、21列目の118番のシートです。お値段がなんと破格の20ユーロ。これはもうプレーシーズンならではの値段ですね。しかもこの席、おそらく普段は VIP の方たちが観戦しているシート。触ってみると座席の質がやっぱり違いますね。かがだったでしょうか。今回のスタジアム Vlog in ドルトムントということで、新加入のヌメチャ、僕も初めて見たんですけども、めちゃくちゃいい選手でしたね。今シーズンの活躍ね、少し追ってみたいと思いました。残念ながらね、僕の好きなアヤックスは負けてしまったんですが、この8万以上入った素晴らしい雰囲気のあるスタジアムで今日の試合観戦することができて嬉しく思っております。これからもこういった現地の雰囲気を味わえる動画どんどん作っていこうと思ってますので、よかったら高評価、コメント、チャンネル登録などでぜひ応援してください。よろしくお願いします。最後はですね、ドイツが初めてワールドカップで優勝した1954年当時のスターティングメンバーとご対面しながらお別れいたしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。エアクラーター20でした。バイバイ。